霊峰ターゴンでの撤退は死を意味するのだ。ふ天の星々よ我のパンをふっくら焼き上げよう伝説となる戦いとは踊り、相手を見つけられた者は幸運だ。はっ神々の黄昏は毎朝訪れる。 世界が星々よりも強く輝く時に、運命に従うのではない、その流れと競うのだ。て人が神の力と信ずる者、それは自らの力の繁栄に過ぎぬのだ。我が意志がこの槍を燃え上がらせる。全身とは、 犯した過ちから逃げることではない。もう一度人生、それすなわち戦い一撃、さらに強く時の声を上げろ、もっとだ立ち上がれ、決して負けはしない高みを目指すなら落ち方も知れ。うわっ クラジタテ、そう、コツがいるのだ。ケインか、その武器と貴様自身、不要なのはどちらだ諦めるな人は呼吸し、空気を味わうことができる。それは、死んでいった者たちの最後の息でもあるのだ。ハハ <laughs> <laughs> 我は一階の兵士。ただそれだけだ。ダーキンであろうが神髄であろうが、打ち負かすのみ。エイトロックスは世界を血に沈めるだろう。天を汚すためだけに。神の一撃とて、この世界を滅ぼすことはできん。そこに、我がいる限り。 宿主を何人殺させる気だ、ダーキン我は、屈服という名の敵に立ち向かう槍だ。あの畑、かまどで焼かれるパン。我は故郷に戻れるのだろうか。真の敗北、それは己に敗れた時だ。戦いの中で、我らは己の鼓動を聞き、 生きていると実感するのだ。太陽に祈るがいい。その間に首を狙ってやろう。落ちたなら登る。それが人の定めだ。神の名を持つ者たちですら、死に際の埋め木は風にかき消される。戦い続けるのだ <laughs> 言い訳など泥の中に捨ててきた。恐怖に己を奮い立たせよなぜ戦うかではない。誰のために戦うかだ。慈悲や同情などいらぬ。一気当せん。自らを神と名乗る者は幾度となく見てきたが、子供の姿を借りるとは。 恐れを背負わぬなら、人はどれだけ前に進めるだろうか。魂は永遠にこだまする。過去と共に歩む。我らは生きる。あの山が落とす影の中で。我らは同じ大地に血を流すもの。それでも、戦いは避けられぬ。心臓の鼓動の旅。 一撃を叩き込む。不屈の魂。我は兄弟の死を犠牲にこの槍を得た。貴様は何を失ったのだデマーシア人よ。星々に裏切られたな。強者にかける慈悲などない。貴様はなぜ戦う兄弟たる戦士は麦畑のもとに眠り。 戦の申し子は幾度となく破れた。だが我は己を知っている。神々に、我が何者になれるのかを見せてやる。ルナリに必要なのは神ではない、導く者だ。我が槍が砕けるまで。ソラリよ、せいぜい自らの信念と司祭のローブに身を隠すがいい。 我は名もなき兵に過ぎぬ。この槍が、皆に戦とは何かを教えるだろう。この力が貴様を滅ぼす。立て、もう一度かかって来い。後悔など、己が名と共に葬り去った。貴様の名は忘れぬ。いずれ天に向けて叫んでやろう。戦え 戦うしかないのだ盾が守るのは、己の、そして肩を並べて戦う者の意志だ我らは、ダーキンと神髄の狭間に囚われている。だが、立ち上がらねばならない。栄光など、血の染みに消えるものだ。死に様とは生き様である。 天に我が名を刻み込んでやる。幸福などせぬ。来るがいい。天からは戦に見えよう。だが、地上にあるのは、ただの殺戮だ。刃に貫かれようと、進み続ける。己の限界を感じることなど、幾千回もあった。だが、 それでも我は進み続ける。今日という日を伝説に刻むのだ。はぁははははは兜をつければ、我も一人の兵士に過ぎぬ。エイトロックス、世界の終焉を告げるものか。だが、生命は死から育まれるのだ。ふ <laughs> あ 我を受け入れた者、それは死だけだ。万物には終わりがある神でさえも神なのかそれともただの敷物か収穫を前に、我が槍も喜びに打ち震えている。はっ貴様は己が求めた力に殺されたのだ、エイトロックスよ。 死を迎えることは叶わぬ。人には皆、いるべき場所が必要だ。我が故郷は失われたが、だからこそ、立ち上がるのだ。進むのだ、大地を踏みしめて。っ <laughs> これはこれは、かつて人々が愛した神髄ではないか。っ <laughs> 空かよ。同胞の者がここにいれば、彼らはそなたを見て涙するだろう。そなたが我らに涙したようにな。<laughs> 生というものは、一体何度死ねば理解できるのだ。神髄と鎧などなくとも。 貴様は己が知る以上の力を備えているはずだ。冷酷なる復讐。あの山にはいらぬものだ。真にダーキンを打ち取った瞬間とは、奴らの断末魔を聞いた時ではない。人々の悲痛な叫びが止んだ時だ。天は神である我を恐れているのではない。人としての我を恐れているのだ。 過ちも、そこに価値があれば過ちではなくなる。盾と槍こそ、我がすべて。少なくともあと一度、大地の法要を受けることになる。進め我が槍の向く先は、敵のみだ守護の神髄だと。守護が必要なのは貴様自身ではないか。 負けた後はいつも山の中を駆け回る。おめえが追いつけなくなるまで。<laughs> まだ走る必要がありそうだ。星々に手は届かぬ。だからこそ、我は槍を取り、狙いを定めるのだ。ここには敵も味方もない。いるのはただ死にゆく者のみ。 神になろうとしたのかもしれないが、貴様は神に飼われていただけだ。我は戦い続ける。血を流し、槍を持てずとも、立ち上がることすらできずとも。それでも、我を任すことはできぬ。それでも我は、敵に妻を吐いてやる。我が殺されたなら、 我も人であったということだ。我が運命こそが武器だ。その盾と共に眠るのだな。があ、う<ス>寄生中命。勝つか、負けるか。<ス>我は貴様の知るパンテオンではない。我はアトレウス。 浄妙にして竜をほふるものだ。神は死に、人が生き残ったのだ。エイトロックスは神々すら手にかけた。だが今も、奴は人間と対峙する。魂を捕らえ、とどめておきながら、流れを解くとは。はぁ立ち上がれそして戦え 乗り越えた困難の数々が、己を作るのだ。ターゴンに求めた力は、己の内にあったのだ。なぜ人は、すでに手にしているものを求めて苦しむのだ戦い続ける運命を受け入れられるのは、勇敢なものだけだ。そうだな、ルナリ。 神々は奴隷を欲し、そこに貴様がいたというわけだ。ただ一つの命でさえ、この槍よりも重いのだ。竜よ、我はかつて自らの運命を星々に託していた。だが、今信じるのはこの槍だ。神々の毒を口にしたからこそ、自らの言葉を吐けるのだ。 戦いの喧騒。我はただ、それが静まりゆくのを聞いていた。神髄すらほふることができるのは我が槍のみ。血を流して戦う者こそ、我が同胞だ。ふわぁ眼前の山が常に高いわけではない。<laughs> 立ちはだかるのは山だけではないが。 いただきを極めた瞬間に落ち始める。だから再び、我は登るのだ。向こうに行くのは、己の役目を果たしてからだ。は<っ>人の世は変わり続ける。天はただそこにあるのみ。